はい、こんにちは、メールです。今回は、バージョンアップですね。12.5 最新情報で、ちょっと、これはおって思ったので、ちょっと、見ていきたいと思います。上から見ていきましょう。聴覚性実装ということで、まずはこれですね。まあ、聴覚性っていうね、まあ、新しく、覚醒が追加されるんですけど、その覚醒がめちゃくちゃ強いんで、ちょっと見ていきます。新たな覚醒スキルが追加されますということで、これを見たり、まあいいや。HP80% 以上強化、まあ、まだ詳細が出てないので、どれぐらい強化されるかとかは分かってないんですけど、まあ、ヨグとか、エンラとか、あの辺みたいに 80% 以上で攻撃力が上がるよっていう。どれぐらい上がるんだろうね。結構上がるんだとしたら、これ結構すごい覚醒なんで、まあ今、最近ね、HP 割合回復のスキル、非常に多くなってきているので、まあ、これが狙い目だったのかなといった感じです。で、逆に 50% 以下強化。50% 以下だと、例えば、筋肉マン、覚醒筋肉マンとか、最近覚醒した呂布、あの辺と相性が非常に良いので、そこのサブに入れるのは、こういう覚醒を持ったキャラを入れてあげると、非常に相性が良くなるので、それに合わせたらいいんじゃないかと思います。で、L 字消しが登場しますね。L 字消し軽減。回復ドロップを5個。まあ今まで10字だったんですけど、L 字ですね。まあ左端に作るのが一番いいんだろうけど、L 字で消すと、敵から受けるダメージを軽減。軽減。だから 25% ないしは 30% ぐらいかなって思うんですけど、まあそれぐらいでも軽減できるとかなりでかい。もともと軽減できるっていうリーダースキルが非常に最近多いので、それにプラスこれをつけることによって、さらに軽減できるんで、まあ裏闘技場とか、そういう難しいダンジョンに向いている覚醒だと思います。で、L 字消し攻撃も出ますね。自分と同じ属性のドロップを5個、L 字に消すと攻撃力アップ。しかも盤面のロック状態を解除。これがね、読みドラにつくから、まあ多分後で見るんですけど、読みドラにつくからでかいんだよね。読みドラが、あのリーダースキルでこの覚醒持っちゃうと攻撃力さらに上がるってことで、しかもロック状態常に解除しながらいけるっていう、だからロック完全無効だよね。もうそういう5個消し、まあバルフレアとか読みドラとかヘラドラとか、だからその辺と相性非常に良くなる。5個消しがかなり強くなるんじゃないかな。サブにだから読みドラ入れてあげるだけでもロック状態常に解除しながらいけるから、闇の5個消しとか、まあなかなか幅が広がるかなって思います。で、これは一部モンスターが調整されます。聖冠のリフ系士、リクが限界突破、今までできなかったね。まあ、これする人が多いんじゃないかな。ぜひね、限界突破するべきだと思います。13号機。エヴァンゲリオンかな？じゃあ、第13号機だ。それは何、何結構大事な話なのかな、これ。エヴァンゲリオンファンからしたら、台は絶対いりますよ、みたいな。で、スキルの覚醒に完全一致相当ね。ファイナルの覚醒で完全一致を押すと、選択した覚醒スキルを全て持っているモンスターのみ相当できるようになりますと。だから、指と追加攻撃だと、指と追加攻撃を両方ちゃんと絶対持っている奴ら。っていうことだよね。アイコン流しすると効果確認できるようになります。モンスターボックス等の相当フィルター内の覚醒画面でアイコンを長押しすると、アイコン長押しすると覚醒スキルの効果、ああなるほど、まあまあこれは、まあ、大体覚えてると思うし、まあ覚醒が増えすぎたからね、ちょっと新しい覚醒とか分かんないときは見たらいいかなって思います。でまあこれはこんな感じかな。で超覚醒システムもちょっと見ていきます。ここだよね、多分限界突破がうんぬんみたいな。これか、超覚醒の方法。モンスターをまず限界突破。だから、超覚醒できるキャラに制限があるかな。まあ、結構大体のキャラが限界突破できるようにはなってるんだけど、まあ、転生キャラが主に最近ね。転生キャラとモンポリュ。あの辺ですね。まあ、それに加えてリクとかが限界突破できるんですけど、まあその辺ができますよっていうのを把握しておけばいいんじゃないかな。まあまた、確か転生キャラのリストは、転生キャラのリストじゃない。限界突破できるキャラのリストはどっか、
ゲームイズさんとか、まあ、ここのサイト、公式サイトにも多分どっかに載ってると思うんで、そこで確認するのがいいかなと思います。で、さらに、297を食べさせるんだけど、モンスターは297にすると、だから、297になってるキャラに対して297を食わせるんじゃなくて、297にしたら、限界突破の超覚醒の枠が解放される。で、さらにこっから297振るのかな。297振った状態で超覚醒の枠が登場しますよ。で、そこで、さらに297。HP 攻撃回復問わず合成なんで、あれですね。回復を297だからもう余ってるプラスをどんどん食わしちゃえばいいっていうだけなんで、特にしてないみたいなんで、そこはありがたいかなと思います。で、これがランダムなんですよね。まあ、3個、だいたい3個の覚醒の中からランダムで1個。これ、ラーダルの場合は、80% 以上強化と、アクモキラと 2way か。で、1個。何かルーレットです。3分の1で決まります。まあ、これが、297をもう1回壊せることによって、やり直しが効く。で、まあ、違う覚醒にしたい場合に、あ、これじゃねえよっていう時は、297をね、もう1回壊せてあげると。また違う覚醒にできます。で、同じ人になるじゃないかっていう疑問があると思うんですけど、これ同じ人にならないです、多分ね。動画を見てもらえたらわかるんですけど、ルーレットをやる、実際に動画ではルーレットを覚醒つけるんですけど、ルーレットで。最初悪魔キラーをつけるんですよね、動画内では。で、もう一回つけ直すっていう見本があるんですけど、その時悪魔キラーに行くと見せて一回下がって2ウェイがついたんで、確かそんな感じだったんで、多分同じようになるっていうことは 100% 避けられるようになってると思います。あ、で、これが、協力モードでは使えないので、まあソロですね。最近なんかこうマルチブーストとかで協力プレイをしちゃったんですけど、ついにね、運営もソロをね押してくるかという感じになっております。で、そんなところだったかな。あ、で、超覚醒のモンスターね。だから、まあ、この辺も、転生キャラが多いですね。で、結構ね、転生キャラって、降臨というか、無課金、ガチャゲンじゃないキャラが多くて、そいつらはね、非常に強くなるんで、ね、ポイント効かなくなるからね、こいつらも。この、転生、ない、なんとかナイト系何系って言うんだ、これ。まあ、いいや。2A か、レルジの攻撃か、バインド耐性。もう、これね、めちゃくちゃ強いと思うよ。バインド耐性にする人が多そうだけど、まあ、リーダーとして使うわけじゃないだろうけど、まあ、でも、バインド耐性か、L 字消し攻撃。でも、2A もともと持ってるよね、確かこいつは。だから、でも、じゃあ、2A も捨てがたいかな。難しいね。多分、バインド耐性にするのが一番いいかなって思います。攻撃寄りにしたいんだったらまた上の2個のどっちかって感じ。で、発光炎獣神のアーマークロス流冠詞です。これが悪魔キラーがつくんだけど、神キラー持ってなかったかな？ちょっと待ってくださいね。アーマーエースって神キラー持ってたようなイメージがあるんだけど、もともと。エースね。エース。エース出てるかな。アーマーエース、これか。悪魔キラーもともと1個持ってんのか。じゃあ悪魔キラー1個持ってるんだったら、悪魔キラー2個持ちにできるんだよね。いや、そりゃ強えな。キラーがつくキャラはね、本当に強くなると思います。で、ゼウス。ゼウスはどれがいいかな。これも軽減。でもサブでも軽減できるってことだもんね、この覚醒持ってたら。じゃあ軽減がいいかな。うん、そんなとこですね。で、アーマーエースも確か神キラー持ってるよね、1個。もともと。コンボ強化もいいね。コンボ、やっぱ、あ、ワインド耐性も捨てがたいな、こいつ。いや、リーダーとしての性能が強いんで、アーマーエースは。ワインド耐性かな。神キラーを2個つけるのもありだけど、バインド耐性、まあ、コンボ強化で火力がさらに上がるのもあり。ちょっとこれ悩ましいね。バインド耐性が多分一番いいかなって感じですけどね、難しい。で、アーマー、
クロス流感死アナ。アナはなんか微妙だな。アナはどうかな、これどうやって攻撃してたかも、あんまりリーダーとしては使われてない、サブとして使いそうなイメージというか、アシストのスキルがね強かったんで、まあどうだろう、 L 字消し攻撃かな。じゃあホーリーセレスのアーマーコスアナね、アーマーアナ、アーマーホーリー、ホーリーアーマー、セレスアーマーか、セレスアーマーか、ドラゴンキラー、確か悪魔キラーもともと持ってたような気がする。だからまあこれはうん、まあ用途によって変えるな。なんか3体欲しいね、こういうやつら3体作って全員覚醒違いますよっていうキャラが欲しくなるようなシステムなんで、ちょっといやらしいね。ドラゴンキラーが一番いいんじゃないかな。でアーマー、ティフォンアーマーって言ったらいいのかな、ティフォンアナか、追加攻撃がつくのはやばいっしょ。追加攻撃つくのはやばいっしょ。もともと悪魔キラー持ってるもんね、こいつ。悪魔キラー2個にするか追加攻撃、まあ、多分追加攻撃がベストだと思う。闇特に少ないからさ、追加攻撃持ちが3体ぐらいしかいないね今。呂布と神結びと闇のコットンかで、今回で4体目。いやこれは追加攻撃にするべきだと思う。で芝ドラ、ついにね、もう今まで限界突破が要約されて強くなりました、追加覚醒がされてさらに強くなりました、ついにもうもっと強くなります。シバドラ 2A がさらに1個追加されるのはもう 2A の化け物じゃないこいつ。だってあれがあるじゃないですか、武器アシストで名前忘れたけど、水と火と回復の3色時の脱出一旦遅延みたいなやつで 2A が追加される。いやあいつがいてさらに 2A を追加で、 2A 合計5個か6個になるんじゃないかな。シェアットと同じレベルになるんじゃないかな。シマドラがすごいな。だから悪魔キラーがね、もう回復の五個消しもつってがたい。多分ね、回復のリーダーとして使うんだったら回復の五個消しをしてあげると、もともと回復力が非常に高いんですけど、 HP とか経験がつかない分、あの耐久面がそこ弱くなってるので、多分回復ドロップを5個十字消しにするっていう、十字消しじゃなかった、L 字消しにするっていう覚醒をつけてあげるとめちゃくちゃ強くなるかと思います。リーダーとしてもう一回ね。ただバインド切っちゃうんだよね、シワドラ。そこがちょっとあれだけどね。ネプドラはそうだな、やっぱこいつも軽減がないんですよ。回復倍率はあるものの、軽減がない分軽減をつけたいし、バインドもつけたいし、まあ新キラーはまあちょっと刺さる部分が限られるんで、バインドか L 字の軽減でも、それをつけたとこでね、3つのレスパとしてはもっといいやつがいるような気がするけど、あんまり使うかはまだ分かんないね。ネプドラって結構使われないイメージある。オデドラはね絶対強化するべき。 2A はいらない正直、オデドラに 80% 以上強化、体力キラーかな。80% 以上強化の強化具合によるんですけど、結構強化されるんだったら強化したいね。だ、うん、攻撃力全体的に上げるか、体力タイプに思いっきり上げるか、体力っていうところがちょっと支えにくい部分もあるんですけど、いやオデドラは絶対追加で超覚醒はさせてください。でラードラ、元気に戻れるかな。際どいね。これはね、2A はちょっとどうかな。2A はもう3個持ちになるのかな、これ追加すれば。悪魔キラーか 80% 以上強化かなっていう感じはしますけど、自分だったらそうですね、まあこれもやっぱり 80% 以上強化の具合を見ないと分かんないけど、悪魔キラーにするような気がする。3倍もだから上がらないってことだよね、多分攻撃力アップが。おそらくだけど2倍ぐらいかなって思います、予想ね。で、読みドラはこれは絶対 L 字消しだからね。まあ雲耐性も1個これ覚醒あるだけで、あの雲攻撃完全無効化するんで、雲対策にもなるんですけど、せっかく読みドラのリーダースキルね、リーダーとして使いたいじゃないですか。読みドラサブとしても優秀ですけど、
でもサブとしてもこの覚醒、覚醒なんでね、リーダースキルに追加じゃないんで、覚醒に追加なんで、もうこの覚醒さえあれば6状態常に解除しながらいけるんで、5個消すリーダースキルを持ってる読み虎にとっては絶対にこの覚醒がいい。はい、次。これ使ってる人全然いないでしょ。で火の追加攻撃要因としても優秀になるかな。コンボ強化か。スキルが、火と回復3個ずつ生成のコンボ子さんなんで、まあ、コンボ強化でもいいような気がするけど、追加攻撃、まあこれは、ちょっとお任せかな。追加攻撃か、経験も非常に優秀なんで。これでもさ、経験の割合が、全員、この覚醒を持ったとすると、サブ、もリーダーも。どうなるそれどうなる、全員経験が発動するってことだよね。全然食らわないんじゃない、めちゃくちゃ強いと思う。転生パーティーめっちゃ強いと思うよ。で、こっちのお手たら誰が使ってんだっていうね。自動回復しかない。自動回復しかないは言い過ぎたな。持ったけど。まあ、耐久パに入ってきそうなんで、L 字消し軽減でいいんじゃないでしょうか。転生フライ。出ました。操作負荷耐性ということで。この辺は、まあ、操作負荷耐性として入れてあげるのがいいんじゃないかな。こいつらしか現状持ってないと思うので、少しね、まあ、そんなにめんどくさいなっていう気味、このこれが来るダンジョンはあんまりないんだけど、まあ、百花繚乱とか、あの辺かな、来るとしたら。やってくるキャラが、だって、新しく来る、チャレンジダンジョンとか、レベル10とか、まあ、アザゼル降臨だとか、あと、裏の、あの火のやつ、火の機械竜名前がか、火の機械竜とか、あの辺だもんね。ちょっとめんどくさいなって感じるの。あとはケプリとそんな長いことやり合うことないけどね。まあコロコロされる前に風神で突破みたいながありそうだけど、まあまあまあ、これは操作負荷耐性でちょっとどうやって弾くのかを試したいな。この辺のキャラロキとかなんか使う人多そうかなって思う。イズイズとロキの使う人の割合が非常に多いと感じるのは僕だけでしょうか。フレイヤーも結構で、これはなんて言ったら気候竜のやつ、気候竜のアーマーのやつ、これもね最近使う人少ないだろうから。ただ確か十字のリーダーだったと思うんで、まあ5個消しにしてあげるのが無難かな。もしくは倍の耐性かな。で問題はね、ここね、ここリクはね、バインド耐性がいいと思う。多分バインドが効いちゃうから、サブで一応バインド対策してあげないといけなかったんだけど、結構サブってバインド効かないキャラを入れる傾向が強くて、自分の場合ですね、あくまで多分これはアマツとかイデアルとかあの辺バインド効かないんですよね。でリーダーとフレンドだけバインド効いちゃうんで、バインド耐性プラスがつくのはでかい。正直火力において問題は何もないんで、まあ、サブに入れるんだったらコンボ強化がいいけど、リーダーとして使うケースが多いと思うんで、コンボ強化はあんまり火力としては、火力はもう十分なんで、いらないかなって。で、L 字消し攻撃もロック状態解除っていう効果がちょっと使いそうな気がするんで、ちょっと捨てがたいところはあるけど、どうかな。まあ、でもバインド耐性がやっぱりリクは一番無難に相性がいいんじゃないかな。今まで足りなかったとこってそこだと思うし、なんで、多分自分はバインド耐性をつける。ね、間違いなく。そんなところですかね。ちょっとロック解除してくれる、挑戦の役割が薄れそうな気がしてくるんですけど、まあ、このバージョンアップ非常に大きいものとなってますので、ぜひね、バージョンアップ来たら、13日か、あさってだね。バージョンアップ来ましたら、何時からだ、どうせ18時頃に終わるんじゃないかな。メンテナンス詳細へ。朝か。深夜から朝6時か。最近はそういう感じね。朝に終わるみたい。だから13日の朝6時からできるんで、12日の深夜からか。できるんで、まあぜひ楽しみにして待っていきましょう。クリスマスイベントもあるんですけど、まあそれは置いとこう。その話はまた今度します。非常にでかいアップデートです。まあいろいろ来たら試していきたいんで、すぐに限界突破させて、まあがっつりね、いろんな検証、
あのガムテープだったり、雲をはじくんだったり、まあ、実際に何体か覚醒させてみたとか、ちょっと297がいっぱい消えそうですけど、いろいろ試していきたいかなと思います。ちょっと長くなりましたね。20分ぐらいちょっと話しちゃったんだけど、よかったら参考にしてみてください。皆さんもね、自分の好きなキャラ、特にモンポリューとか最近使ってないんじゃないですか。モンポリューね、めっちゃ強くなると思うんで、モンポリューで多分裏闘技場いけるキャラが出てくるんで、今後ぜひ限界突破、特にスーパーノエルドラゴンをね、取っておきましょうということで、ご視聴ありがとうございました。